おはようございます。やんちゃです。2024年9月13日金曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。よいしょ。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。運動よし。タイマー5分。5分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。今日の天気、今日の天気は晴れ時々曇りで、最高35度、最低27度。はい、で明日も35度、明後日34度、しあさって29度。ほえ、本当かな。なんか月曜日29度になる気がしないんだけど。はあ、なんかまだまだ暑そうですね。はい、さて今日の朝刊、自民党総裁選、成長の持続力競う、なるほど。最多9人出馬、決選投票の公算、一発で過半数を取るのは難しそうっていうことですね。で上位2人の決選投票だから、なんか昨日言った乱戦だったら意外な人がなるかもねみたいなやつは、最初から過半数取れなそうだから決選投票になりそうですね。高市さん、小林さん、林さん、小泉さん、上川さん、加藤さん、河野さん、石破さん、茂木さん。なるほど。こう論戦って言ってもどこでやるんですかね。テレビでやるんですかね。よくわかりませんけど、マイナ免許証、マイナンバーカードと一体化した免許証ですか。来年3月導入。ほう、これ来たら早速やろうかな。自治体と警察に分かれていた住所変更手続きがワンストップで完結するぐらいか。メリットはまあ十分っちゃ十分だけど、はい、いいですね。ただなんかマイナンバーカードをなくしたりした時に再発行するのに本人確認をどうやってするの問題みたいな。今までは免許証とかね、なサブの、まあ、もう免許証がサブと言ってもいいとは思うんですけど、サブの身分証明書で証明できましたけど、今後はどうするっていうのはありますよね。あとなんだ、住友商事、インドで再エネ1000億円、電力を直接供給、新興国で投資拡大。なるほど、インドで再生可能エネルギー事業、ほえー、やるんだ。はい。次、ベラルーシスパイ容疑で法人拘束。ほう、なるほど。ロシアと連帯演出。なるほどね。はい、次、日鉄米政府と協議。US スチールの話ですかね。米国内の生産減懸念。国内で雇用が減るなら容認できんみたいな、そういう話ですかね。結構しんどいですよね。次、大トロ育てる魔法の水。これなんか特集ですよね。今週の生産者の経験と勘をデータ化した、水の交換がいらず鮭を刺身で食べられる。ほえ、あ、これ NTT 東日本なんだ。緑色に光るランプの下、紅鮭の群れが悠々と泳ぐ。はあ、大変そう。この岡山理科大
が開発した魔法の水で塩分濃度が海水の3分の1以下、通常は別々に暮らす海水魚と淡水魚を一緒に飼える。やば、海での養殖に比べて成長が早く病気のリスク回避も期待。すごいですね。そして大トロが育つってこと。いいですね。2、1、0。くっ、きつ、しんど。はい、そしてけん玉やりますか。グロケンのけん玉検定練習、よっと。無理かなと思ったけどやっぱ無理だったね。はい、なんか紐が絡まってた。ちょっと今日風強いですね。紐が絡まる。よいしょ。もしかめからの剣、はい、よし。ほ、プリケン、そして世界一周。世界一周、世界一周、ダメだ。世界一周ぐらいなんかもうそろそろ 100% で成功させたいよね。救い剣、ダメだ。ほ、ちょっと待って、はい、落ち着いて。ほ、よし、オッケー。はあ、よいしょ。逆落とし、はい、オッケー。次2球、よっと、はい、オッケー。地球回し、そして、あ、そっか、ヨーロッパ一周。ああよし、ダメだ、落ち着こう。よいしょ。ほっ、よっと、ほっ、よいしょ、ほっ、よっしゃ、オッケー。はい、そしてダウンスパイク、はい、オッケー。調子いい、技によっては。よいしょ。はい、ウグイス剣、はい、いいですね。そして羽剣、よっと、は、惜しい。よいしょ、よっと、ほ、よっしゃ、オッケー。今日調子いいね。くし、はい、終わった。はあ、しんど。なんか運動コーナーをやってる最中何を考えてるかっていうと、わしはこれから一生、これからっていうかこれまでもだけど、なんかこれを一生やるのかと思うと辛いなっていうか。なんか毎月ちょっと伸ばせなかった月もありますけど、毎月負荷を上げてるんですよね、だんだんと。その腕立てとスクワットのセット数を増やしたりとか、あとプランクの時間を15秒伸ばしたりとかっていうのを月ごとに伸ばしてるわけですけど、もう伸ばすの限界、限界。もう伸ばせない、もう伸ばせないって言いながら伸ばしてきたのが、まあこれまでなんですけど、もう無理じゃない、結構きついよ。特にね、プランク、プランク5分ってなんか超人の域だよ。いや、わかんないけど、これプランクって見た目そんなに辛そうじゃないじゃないですか。え、でも単にこうやってるだけだよねっていうか、じっとしてるだけじゃんって思うと思うんですけど、実際やってみると5分ってやばいよ。最初90秒から始めた気がするんですけど、だんだん伸びてきて5分に至ったわけですが、マジで4分経過ぐらいから本当になんか喋るのもきつくなってくるっていうか、
ただカメラも回ってるし何かしら喋んなきゃって言って無理して朝刊を読みながら喋ってはいますけど、本当最後の15秒とかね、うぐうぐとかって言ってるだけじゃんね。ただなんだろうな、これ別に4分45秒の時も同じようなことを考えていて、最後の15秒がきついんだよねって言ってたんだけど、最後の15秒になった時にはあくまで残りが15秒なだけであって、なんか全体が4分45秒なのか5分なのかはあんまり関係ないっていうか、最後の15秒だからこそきついっていうのはある。だとすれば最初からタイマーを15分じゃねえや15分は死んじゃう、15秒を長めにタイマーしておいて15秒前に終わってよいってなった場合に、見た目だけもその15秒前に終われるっていうなんかボーナスになる気がする。もう今まで何秒やったかわかんないけど残り15秒で、その15秒が辛いんだったら残り15秒になったところでやめてよしってなった時に少し楽になったりする。つまり10月になったら5分30秒って言ってタイマーをやって、で5分15秒でやめてよいっていう、てか残り15秒になったらやめてよいっていう、はあ、それは試してみる価値ありな気がする。多分あんま変わんないと思うけど、なんかむしろなんか心が折れそうな気がするけど。どうなるでしょうね。はい、というわけで今日も始まりましたが、コアキーパー以外何もやってないんだよな。コアキーパー、コアキーパーね、なんかまた1体新しいボスを倒しましたよ、はい、なんだっけ、ハイブマザーとかいうやつ、はい、でなんか今新しい素材をいろいろ探してるんですけど、その最初の3体のボスを倒すと外角に行けるんですよね。なんか壁で囲われた部分がガーって壁が取り払われて外に行ってよしみたいになるんですけど、その外の部分で今までになかった新素材、新しくより硬い鉱石とかそういうやつを大量にこう取れる場所を探してるんですけど、なかなかなくて、しかも敵がすごい強い。3発ダメージを食らうと死みたいな感じなのでちょっとやばいんですよね。はあ、なんか死んじゃうとそこに自分のお墓が立って、で自分は初期地点にリスポーンするから、まずその自分のお墓まで行ってお墓に入っている遺留品、その時ドロップしたアイテムを回収してからがなんか再開するみたいな感じなんですけど、何回お墓まで戻ったか分かんない。急に敵が強くなりすぎて、はあ、なのでなんか自分のレベルを上げたりとか装備のレベルを上げながら、まあ、少しずつ何ですか、活動範囲を広げていくしかないんでしょうけど、はあ、面白いね。よくできてるね。はあ、それはいいとして、なんかベースの練習をしなきゃしなきゃって思っているんですよね。ベースの練習しなきゃなっていうのは分かってはいるんですけど、なんかやり始められなくて、はあ、でもう今日はベースの練習をするまで寝ないぞって言って、あの構えてるんですけど、その時点でやりゃいいだけの話なのになんかやれなくて、でもベースやらないと寝らんないとか言って、ベースやらないと寝られないって言いながら2時間ぐらい経っちゃって、なんか2時半とかになって、これなんかベースやらないと寝られないって言ったままベースやってないから寝なかったんですって言いながら朝5時になっちゃったら、それこそなんか本末転倒っていうか、何の意味があったんですかこの起きてた時間はみたいになるので、もうこれはしょうがないなと思って寝ました。はあ、まあやらなきゃって思うのをやめた方がいいんだと思うんですけどね。別にやらなきゃいけないことじゃないので、はい、つまり事実ではないんで、やらないといけないっていうのは事実ではないんで、はい、それはそうなんだけど、はい、ベースが
引けるようになるためには引かなきゃいけないのはそれはそうなんで、まあ引こうせっかく買ったし。なんかそろそろあれなんですよね、先月の家計簿とかを見直してるんですけど、なんかやけに趣味の区分がでかいなと思ったらやっぱベース関連の出費なんですよね。ベース関連で多分だけど 4,5 万ぐらい使ってるので、うん、使った以上はやろうっていうなんで急にそんな出費がっていう、うん、ローンで買うべきだったかもね、そうかもね。はあ、あのお茶の水の店がペイディに対応していればそれで買ったらよかったかもね。はい、まあいっか。今日のコーヒーが新しく封を切ったやつで、何かっていうと谷中コーヒーで 50% オフで売ってたやつ、アルーシャキリマンジャロ、タンザニア産だって。キリマンジャロって聞いたことありますけどね、山でしょタンザニアってどの辺ですか、アフリカですか。確かタンザニアにあるアルーシャキリマンジャロっていう農園かなんかですかね、わかんないですけど、うん、ちょっと酸味があって、まあ美味しいですね。ああちょうどいいですね。ちょっと苦味がほぼない、フルーティーな感じ。これはフレーバーとか、あ、そっかそっか、この急、うわーうわうわうわ、こぼしちゃった蓋を閉めずに倒してしまった、はあ、この QR コードを読めばいいんだよね。この QR を読むことによって、このさあ、ファインドコードスキャン、あれちょっと待って、このモードだとダメっぽい。普通にカメラを起動して QR を読み、そして開く。はい、アルーシャキリマンジャロ、タンザニア。はい、味の特徴は柑橘系の明るい香り、心地よい甘みと広がるようなソフトな風味。はい、ブルボン種、タンザニア北部、標高1620から1820、うん、はい、へえ、タンザニア北部キリマンジャロ山麓に広がる産地、うん、はい、そういう感じだって。へえ、すごい、なんかこの谷中コーヒーのパッケージについてる QR コードを読むと、あの産地の農園の人たちの写真まで出てきて、私たちが作っていますみたいなあ、こういう感じで作ってるんだみたいなのがすごいよくわかる。そしてなんか通販で買うことができる、はあ、よくできてますね。これうまいじゃんって言ってこれを読んだら、そのままシームレスに通販で買うことができる。ほえー、なるほどね。はい、わかりました、大体わかりました。まあ美味しいですね。美味しいのはいいんだけど、800円とかね、850円とか、ちょっと 100g で高すぎるので、ちょっとおいそれと飲んでられないですよね。うん、オイソレと合ってたオイソレとっていう使い方合ってました、今言葉。オイソレととは、必要に応じて簡単にことをする様、簡単にすぐに。うん、オイソレと引き受けられるような仕事じゃない、オイソレと貸せるもんじゃない、ふんふん、大金のことだからおいそれとはできないまあ拙速にとかっていう意味ですかね、にも取れる。拙速
の意味まるまるはないか。あんまりしっくりきてなかった気がしたまあいっか。はい、次の話ですが、今日9月13日は2024年9月13日は iPhone16ProMax の発売日。別に ProMax とかつかないやつも全部一緒くたですけど、 iPhone16 シリーズが発売日っていうか予約開始日なんですよね、確か。で、21時、多分全世界同時なのかな、これ。ってことは日本は世界に先駆けて9時間先にいるってことは、21時に予約開始ということは、世界標準時でいうところの昼の12時に予約開始ってことですか。つまりマイナス9時間みたいなところだと夜中の3時とかに予約開始になるんだ。不利ですね昼の12時の地域が一番有利ですか。そうでもない。別に21時でもそんなに不利感はないですけど、はあ、とはいえ、いくらその全世界同時予約開始とはいえ、その在庫は各国それぞれのアップルストアとかでしょうから、別に全世界の人がせーのドンでなんか奪い合うっていう感じじゃないですよね。その国特有のなんて言うんですか、ハードウェア的なローカライズも多少はあるんでしょ。あの対応周波数の違いとかが確かあったような気がするんですけど、それはあれなんですかね、あのキャリアが売ってるやつだけ、もしかして。あのアップルストアが売ってる SIM フリーのやつは全世界で全く同じ仕様のやつが売ってるのかな。それがちょっとよく分かってないんですよね。ただ型式の中になんか JA とかついてないもんね。なんかそんな気もするな。 SIM フリーのやつは全世界同じものをやってるかもしれなくて、それを予約ベースでどこにどれぐらい配送するか決めるってなると、やっぱり奪い合いの可能性もある。まあ必ずしも発売日に手に入る必要はないかなとは思ってはいるんですけど、いつもヨドバシで買ってたんですよね、今までは。なんだけど最近あんまりヨドバシで買い物してないので、ヨドバシのポイントがそんなに溜まってないんですよね。多分3万ポイントとかそんなもんしかなくて、でそれまでは結構 iPhone を買うまでの2年間でなんか10万ポイントぐらい貯めて、でその10万ポイントを使って例えば20万円の iPhone だとしたら、まあ、10万円で買いますみたいな感じで買ってた気がする。だけど3万だといくらだっけ iPhone その結構するじゃないですか。予約準備のカートを見ますか。結構するんですよね、なんか。はあ、予約情報にアクセスしています。しばらくお待ちください。いくらだったかな、あれ。これすごい嫌ですね月々6938円の36回払いって書いてある。はあ、そうじゃなくて全体でいくらなのかを見せてよちょっと、はあ、アップル、全然だな、なんか、はあ、すごい、なんか全体がいくらなのかを意識させないように書いてあるそんなことある。はあ、じゃあちょっともう一回見積もるけど、あの iPhone16ProMax のなんかデザートチタニウムの 1TB 下取りを利用しない24万9800円に、Apple Care Plus が追加、盗難紛失プラン込みだと
28万4600円とか。で、28万4600円みたいなデバイスで3万円程度ポイントで差引けたところであんまり買わないっていうか、 もはや一括では払えないっていうか、まあ、28万円で10万円差引いたところで18万円一括で払えるんかっていう問題はあるんですけど、厳しいですね、よく考えたらね。っていうかちょっと今冷静に考えたら高くない iPhone。 しまったしまった、予約を確定する前に冷静に考えてしまった。はあ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 。忘れよう。はい、今日予約するの楽しみだな。はい、という話でした。はい、あと何の話しようかな。今ヤンチャクラブを撮ってるこのカメラ、ソニーの FX30 っていうカメラなんですけど、これのファームウェアアップデートが昨日ぐらいに来てたみたいで、ちょっと明日の午前中かなんかアップデートしようかなと思うんですけど、バージョン 6.0 って言ってたかな。結構進みましたよね。なんか最初のうちはバージョン 1.1.2.1.3 みたいな細かいなんか小数点以下のバージョンを上げてたんですけど、そのうちなんか 2.0 ですとか言い始めた後は全然小数点以下が上がらず、毎回なんかメジャーバージョンアップみたいになって、それで半年に1回ぐらい上がるようになって、それでもう6でしょ。だからそろそろ2年経つんですよね、早いもんで。いや、ほんとこの FX30 は素晴らしいっていうか、なんか屋上で Vlog を撮るためだけに存在すると言っても過言ではない。そんなことない。もっといろんなことに使えるから使いな。それはそう。もっといろんなことに使おう。はい。みたいな感じなんですけど。いや、マジで結構今もこう直射日光が暑いんですけど、全然暑くなっても内蔵のこう排気ファンが冷却してくれてずっと撮り続けてくれるのですごくいいんですよね。撮れてる？ちゃんと撮れてるよね。はあ。で、なんかネットワークストリーミングモードに対応しましたとかって書いてあって、ってことはなんか配信に使えるようになるんですか、ちょっと面白そうですよね。とはいえ屋上にはなんかブロードバンド回線がないので、なんかそういう意味ではちょっと厳しいかな。スターリンクとかねあればいいですけど。スターリンク置いてネットワークストリーミング配信とかできればいいですけど、はあ。ただそうすると多分あれですよね、 HDR でリアルタイム配信とか多分できないんだろうな。まだできる？できない？わかんない。今も結構その何ですか、あの撮った素材を編集した後 H265 でエンコードし直してから YouTube にアップしてるので、リアルタイム H265 のエンコーディングができるんだったら全然いけそうな感じはする。なんかリアルタイムだったらできそうな気がするか。普段ね30分ぐらいのやんちゃクラブを MacBook Pro で 2,3 分で書き出せてるので、 M1 Max であればね。M3 Pro だと10分近くかかる。いや、マジでね、そうなんですよね。はあ。いや、よく考えたらわし iPhone の次は MacBook Pro も買い替えなきゃいけないんだよな。で、6、70万円するでしょ。で、それもローンで買うとしたらですよ、なんか iPhone と MacBook Pro で100万円ぐらいのローンを抱えることになってしまって。そう、バイク買ってんのと大して変わんないよねっていう。はあ。去年の今頃でしたっけね、なんかビジョンプロ買うぞとか息巻いてましたけど、ビジョンプロもローンで買ってたらね、150、60万円のローンになっちゃうから、なんかちょっとやばいレベルですよね、そのレベルまで行くと。はあ。
はい、まあちょっと収入を上げていかないとねそう、やばいですね。こんな感じかな、今日話すことは。はい、じゃあ終わろう。バイバイ。ピー。